吉田さん,なんか夢ってなんかあんまりないんだよねとかね言われてましたけども人って2つの欲望にモチベーションが上がったり下がったりするってのは聞いたことがあるんですよ一つは自分が欲しいものとかまさに夢ですよね手に入れたいもののために頑張るぞっていうようなね、まあ、そんなモチベーションがある片方ではいやこうはなりたくないよねこんな状況は嫌だよねこの苦痛は耐え難いよねっていうその苦痛から逃れるためのまあ頑張りですよねモチベーションですよね だから吉谷さんはさっきの動画で見るとね嫌なことから逃れるために頑張るなみたいなエネルギーの方が強いのかなとこれが欲しいからああなりたいからっていうよりも夢のためよりもそっちなのかなっていうふうに思いますけどもまあね、あのー、時によっては夢のために頑張る瞬間もあるでしょうし様々だと思いますけどもねで私の場合はねあんまりそういえばなんかこうはなりたくないねとかねこうなりたいねみたいな強いエネルギーって、うん、なんかあるようなないような感じですかね。 <laughs> なんかぼーっと生きてるんですよ未だになんかねだから強い思いってのがあるかって言ったらあの自覚できるほど強い思いはないんですけども他者と比べた時にはお俺あるななとと思うわけなんですよね他者と比べた時に例えば人が1020であもう限界だって言ってる時にこっちは10002000やっててあ他他の人はこれが限界なんだみたいなねででも自分1人でねこう 自己判断しますんで「まだいけんだろう」とかね「うんまあ、これが苦しい」っていうことなのかちょっと分かんないけどまあまあまあまだやってみるかみたいなねはまってるからみたいなね <laughs> そんな感じですよね。で興味がないことは自然に意識に登らなくなってくるんで目の前から消えていくしでなんとなくなんですよねなんとなくだからその今回のテーマは「その柔らかい」っていうふうにね「柔軟の柔っていう感じとか。 あと柔らかいっていう感じはね車辺に欠損って書く2種類あると思うんですけどもうーんどっちですかねうんやっぱりこう車辺に書くの方ですかね軟体動物みたいな感じですねまあゆらゆら生きてますようんだからなんとなく気が付いたらこうやってあ家に住んでるの当たり前だなみたいなね数年前まで自分が持ち家なんてのは考えもしなかったし住宅ローンなんて組めないから駄目と思ってたんですけどもいや住宅ローン使わなければ一発で買えばこれ住めるなとかね それかからなんか車も欲しいものを並べていったらあもうなんか4代目になっちゃったなみたいなねでほとんど乗らないみたいなこともありますしで今でもねなんか自分ってどこに向かおうとしてるのかなっていうふうに思うんですけどもそれからどんな状況は嫌って感じてるかなって思うんですけどもパッと思いつくものってなくって、まあ、ある意味それは今の状況がまあ,あの自分にハマってるから強い思いっていうのがないのかなと思うんですけどね。とににににかく状況や時代合合わわせせてて思いに合わせて柔軟に こうだって固めないように生きていこうかと思ってますね。いってらっしゃい。